ごめん、待たせちゃった。いやー、ずっと忙しくてさ、残業続きで参っちゃうよ。で、急にどうしたの？僕に何かよ？やったって何を？僕が山野真由美と小西咲を？いきなりどうしたの？まさかそれ本気で言ってる？ちょっと、冗談にしても立ち悪いよ。忘れたの？君たちが生ためを引きずってきたんじゃない？ああ、はいはい。いつもの探偵ごっこ。じゃあ、仮に僕が犯人だとして、君何しに来たの？僕に自首でもさせるつもり？じゃあ何？僕をゆすろうとかそういうオチ？あのさ、警察も暇じゃないんだよね。生ための件もまだ片付いてないし。第一証拠ないだろう。僕がやったっていう証拠。で、探偵ごっこまだ続けるつもり？味方って君さ。次は正義のヒーロー気取り？ああ、違うか。犯人の味方だって言うんだもんな。しかも警察官である僕の前でね。君、自分が言ってる意味わかってる？ちょっと待ってな。これを覚えてる？君ん家に届いた脅迫状。うっかり鑑識に回し忘れてたんだよね。ま、ただのいたずらだろうけど、あの事件につながるものかもしれない。もしかしたらこれが事件を覆す可能性だってあるかもしれないね。真犯人からしたらこの手紙は厄介だよね。ああ、でも君は味方なんだっけ。もし僕が真犯人なら、味方の君は共犯者ってことだ。違う？鑑識に回せば脅迫状から何か出てくるかもしれないよね。それが手がかりになって真犯人が捕まっちゃったりして。堂島さんも君の仲間にしても1年間必死に事件を追ってきたよね。なのに真犯人が捕まらないなんてかわいそうだよな。で、やだな、本当にやっちゃったよ。ねえ、自分が何したか分かってる？証拠品の隠滅、犯罪だよ、犯罪。
これで事件は完全に闇の中だ。君のせいでね。罪を犯した人は警察がちゃんと見張んなきゃな。この番号鳴ったら出なよ。ちなみに番号変えても無駄だから、日本の警察舐めないでね。世間の声に惑わされることなく真実を追い求めるか。真実ってのは罪な言葉だよね。たった一つを指すはずなのに誰の胸にもある。君にとってはこれが真実だったわけだ。じゃ僕戻るから気をつけて帰んなよ。霧どんどん濃くなってるからさ。またね、共犯者さん。続いて、昨年稲葉市を騒がせた連続誘拐殺人事件に関するニュースです。生為被告は関連の疑われていなかった複数の失踪事件について犯行を自供しました。ですが、依然として2件の殺人については否認を続けているということです。動機や細かい手口についても不明な点が多く、裁判でどこまで明らかになるかが注目されます。それでは引き続き今日の霧情報です。依然街を覆っている霧ですが、春の訪れが影響してか今週は少し和らぐでしょう。今日、明日は平常通りの淡い霧、明後日以降の状況は分かっていません。お出かけの際はくれぐれも視界にご注意ください。そろそろ電車の時間だ。準備は済んだか？七子の退院が間に合わなくて残念だ。もう少し後なら外泊許可も出たんだが。またいつでも遊びに来ればいい。兄さんたちによろしくな。七子をあんな目に遭わせたのは間違いなくあいつだ。けどな、あいつの聴取を重ねてくうちに俺は分からなくなっちまった。生為は本当に二人を殺したのか。そうだな、つまらんことを聞いてすまんな。とにかくあれから妙な事件もない。このまままた静かで何もない町に戻るといいんだがな。さて、そろそろ出るか。駅で友達が待ってるんだろ。行こう。
本当に帰っちゃうんだ。なんかあっという間っていうか。先輩がいないとつまんなくなりそうっす。会いに来たよね、絶対。そっちで事件でもあれば駆けつけますから、体に気をつけてくださいね。元気でね。また連絡ちょうだい。こっち来るとき、うちの旅館の部屋を取っておくから。じゃあまたな。とにかくいろいろ世話になったよ。ありがとな。